ミスジドロガメは、ドロガメかドロガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国模式標本の産地は、キーウェスト島。最大高長13.8センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高長10.4センチメートル。背後はややドーム状に盛り上がり、上から見るとやや幅広い卵型。第1、C カンパンは、第2円カンパンに接しない。第2から4、 C パ板は平坦。円パ板は、のこぎり状に尖らず、第10円パ板が最も大型。廃光の色彩は、高褐色や暗褐色、肺褐色、黒と変異が大きく、C パ板とあばらパ板に、単光色、泡大々色、褐色の縦縞が入る。廃光に入る縦縞が、名前の由来になっている。液化パ板と素形パ板が接する。 復興はやや大型。蝶子外は発達するが、紅葉がやや小型のため復興を折り曲げても、廃坑と紅葉の間にやや隙間がある。復興の色彩は、黄色や暗黄色で、シーム周辺に暗色斑が入る個体もいる。頭部はやや小型か中型。噴端は突出し、上顎の先端は針状に尖る。指跡の間には、水かきが発達する。頭部や頸部、シシ おの色彩は、暗褐色や灰褐色、黒で不規則に黒い反転が入る個体もいる。側頭部には、左右に2本ずつ、明色の筋模様が入る。卵は、長径2.3から3 3トル。短径1.3から2トル。孵化直後の容体は、校長1.5から2 5トル。容体は、C 看板に、 あまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、孵化直後の容体は、円甲板の外縁が、ノコギリ状に弱く尖る個体もいる。また、廃校の外縁が、薄黄色で縁取られる。成長に伴いキエルや円甲板の突起は消失する。成長に伴いキエルや円甲板の突起は消失し、廃校の色彩は暗くなり反紋は、不明瞭になる。オスの生態は、復興がやや凹み。 左右の交換パンの間に浅い切れ込みが入る。また大腿部やすねには大型ウロコが並び、尾の先端に針状の大型ウロコがある。さらに、前肢の爪が伸長し湾曲する。妖体やメスの生態は、復興が平坦で、左右の交換パンの間に切れ込みが入らないかあっても、非常に浅い。泥亀族内では、ミトコンドリア DNA の解析による、 分子系統学的解析では、黄色泥亀や頭部泥亀と単系統群を形成すると推定され、形態的にも類似する頭部泥亀が最も近縁と考えられている。外部形態は、頭部泥亀の亜種、ミシシッピ泥亀に類似するが、ミトコンドリア DNA の制限酵素断片法による分子系統学的解析では、頭部泥亀の元亜種や亜種、 フロリダ泥亀と単系統群を形成すると推定されている。以前はフロリダキーズ諸島の個体群を頭部や廃校の筋模様が不明瞭であるとして亜種として分割する説もあった。しかし現在は地域に関係のない個体変異の範疇として亜種を無効とする説が有力。低地にある流れの緩やかな河川や地層、湿原、気水域などに生息し、 水場の水位が下がると、主に降雨時や降雨後に陸自体に別の水場に移動する。昼間も夜間も活動するが、温度や湿度、天候によって変動がある。陸上、岩や倒木の上などで日光浴を行うが、水面や浅瀬で日光浴することもある。フロリダ州南部の個体群は周年活動するが、多くの地域で夏季や冬季に主に陸上の地中や、 腐食室の中、倒木の下などで休眠する。食生は雑食で、魚類、昆虫、甲殻類、巻貝、動物の死骸、植物の葉、種子、藻類などを食べる。陸上でも、水中でも採食を行う。繁殖形態は卵生。周年交尾を行うが、主に周期に交尾を行う。水辺の砂地や腐食室に穴を掘って、卵を産むが、 アメリカアリゲーターの産卵層に卵を産むこともある。1回に1から7個の卵を年に1から6回に分けて産む。フロリダ州南部では周年、フロリダ州中部では主に6月、9から11月に卵を産み、フロリダ半島を除いた個体群は主に周期に卵を産むと考えられている。卵は発生初期の段階で22.5摂氏24度の 環境下で肺が95日にわたって休眠することが多く、休眠は約摂氏30度の環境下になった一方25摂氏30度の環境下では、肺が休眠することは少ない。春季に孵化した個体は乾燥している場合には、降雨が多い夏季まで地中に止まることもある。野生下では、オスは、校長7 5ンチメートルメスは、高長7から8トルで、 生成熟するが、飼育下では、オスは生後1年11ヶ月、メスは生後2年5ヶ月で生成熟した例がある。種商業バウ類は、ゲオルクバウアへの懸命。開発による生息地の破壊、渇水、水質汚染、交通事故、ペット用の乱獲などにより、生息数は減少している。主な生息地であるフロリダ州では、生息数が多いと考えられているが、 フロリダ州などでは、採集や輸出が規制されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。泥ガメ族内では、古くから流通していたが、同族多種や匂いガメ族と区別されず販売されていた。流通は不定期だが、野生個体、飼育か繁殖個体ともに流通する。アクアテラリウムで飼育される。陸地を用意し、屋内で飼育する場合は、 局所的で水に強い暖房器具を照射し皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る。俗内及び家内でも協調性はよく複数飼育での問題も起こりづらいが、相性の悪いオス同士や発情したオス、放乱したメスなどは攻撃的になることからストレスなども考慮し、状況によっては、だ個体と隔離する。ありがとうございます。